これは壊れたトロッコ。アイラちゃん、このトロッコを直して先に進めば、お宝がザックザクのパターンですよ。そんなゲームじゃないんだから。ゲームです。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。いい目覚め。でもあんなおぼろ入道とか見た後の目覚めってめっちゃ悪そうな気がするけど。おやアイラちゃん、お目覚めですか？うん。今日はカンチ君と約束してるんだ。何何デート？ウィス。カンチと約束があるということは家に遊びに行くんですね。呼び捨てなんやね、ウィスパー。うん、ウィスパーと一緒に行くのは初めてだね。ウィス。いやー楽しみですね、カンチの家。一体どんなお家なんでしょうか。広いベランダとか大きなテレビとか行ってみればわかるよ。カンチ君の家はそよ風ヒルズにあるんだ。なんと噂の高級住宅街ではないですか。ますます期待が膨らみますね。では早速出かけましょう。なるほど、カンチはお金持ちなのね。カンチの妖怪探し。え、何、妖怪探すの、見えるの。カンチの家に遊びに行こうってことで行ってきます。他のみんなもおるんかな。そよ風ヒルズ、そよ風ヒルズ、こっち方面ね。ん、こっちか。別の方向行きよった。ああすみません。やっぱ高級住宅街やけん、なんかちょっとお高そうな車やったよ今の。そういうことではないのか。このあたり、ここか。え、これでしょ、カンチの家。え、家に入るのに B ランクが必要ですって。どういうことやねん。今まで普通に遊びに行きよったんやろ。妖怪ウォッチを持ったことによってランクが必要になってくるとは。どういう。うわー、意味のわからない設定。意味のわからない設定、どういうことやねん。そうか、妖怪ウォッチを持っていたら友達の家に入れなくなるのか、つら。え、てか、カンチの家の中、妖怪が出るってこと？そういうことではなく？じゃあちょっと、段々坂に行くんだけども、その前にちょっと、この辺りに、どこ？お、あなたか。どうしたもんかね？なんだか浮かない顔してらっしゃいますね。おばさんの愚痴、聞いてくれるかい？いやね、亭主の帰りが遅くってさ、ラーメン食べに行っただけのはずなのに。ラーメン食べるだけで3時間も帰ってこないっておかしいだろ。いやでもまあちょっとラーメン食べてくるって言っても買い物ぐらい寄っとるかもしれんやん。3時間もかかってラーメン食べたら麺が伸び放題だよ。まあどうせその辺ほっぽり歩いてるんだろうけどさ、どこかに様子を見てくれる親切な人はいないもんかね。なんてそんな人いるわけないよね。こんな目の前にいるわけ。めっちゃ言ってくるやん。なんとかしましょう。あんた言ってくれるのかい。まあ言ってほしそうやったし、あんたみたいな人を待ってたんだよ。じゃあ頼んだよ。ラーメン屋といえばお使い横丁の北風ラーメンですね。行ってみましょう。家に帰らないおじさん発生、クエストメニューも確認しよう。家に帰らないおじさん、お使い横丁ということはこっちの方ということよね。これやん、北風ラーメン。この人じゃないよね。ここのラーメン屋結構イカすよ。中かな。見れるの。あ、4コマ漫画だ、読んでみようかな。うんうん。お、すごい、ジバプレイ妖怪小西のりゆき。すごくない、ジバプレイ妖怪ジバニャン。ジュース買いに行くにゃ。コロチャリーン。あ、悲しい。にゃー、何やってんだジバニャン。もう人生終わりにゃん。いや、お前もう死んでるだろ。これって実際にあるやつ。この人か。え、母ちゃんが。無理無理、家に帰るなんて。途中にどんだけ道路があると思ってんの。事故になるかもしれないじゃないか。いや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 、どうやって来たんよ。それにさ、最近物騒だろ。ひったくりに襲われるかもしれないしさ。とにかく無理だから。無理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 。無理壁か。このあまりにも極端な嫌がり方、間違いありません。これは妖怪の仕業ですよ。
店の中を探しましょう。どこかに妖怪がいるはずです。間違えた。てかそこの店員さんも、え、ここか。店員さんも何かしら頼み事があるっぽいぞ。はい、見つけた。思ったより離れとった。無理壁を見つけた。さあ、取り付いてる人間から離れるだろ。無理無理、お前のようなひよっこ返り討ちにしてやるわ。ひよっこ、私はもう結構妖怪をやっつけてきたよ。これで帰ってもらえるでしょうか。もう一度店主さんを説得してみましょう。ふんふん、帰りたいのはやまやまなんだけど、母ちゃんが怖くてね。うん、休みの日はめちゃくちゃこき使われるんだよ。悪いけど母ちゃんにはうまいこと言い訳しといてくれよ。結局店主さんが帰らなかったのは無理壁のせいじゃなかったんですね。仕方ないです。桜ニュータウンにいるこの方の奥さんに報告に行きましょうか。じゃあ報告してきましょう。はい。私が怖いって？あの人らしいね。ありがとう、様子を見に行ってくれて助かったよ。あとは自分で何とかするからさ、オーディオ名としてね。あははは、殺されそう。豪快な奥様ですね。いやはや、テイスさんの気持ちもわからなくはないです。はい、家に帰らないおじさん、バッチリ解決。解決なのかこれは。よし、なんか携帯で電話でもすればよかったんじゃない？そういうことじゃない？お、ボーナスチャンス。電話にも出んかったんかな、もしかして。これ結構好き。なるほど、失敗パターンはこういう感じか。大当たり。え、大当たり、え、大当たりなん？どういうこと？今すごいびっくりしたんやけど。オレンジコインを手に入れた。どう考えても失敗やろ。じゃあちょっと段々坂の方に行きましょう。行ってきましょう。おじいさん。どうも。いらっしゃい。よ、そろそろ来る頃だと思ってるところだ。また妖怪ウォッチを強化したいんだろ。だったらまた試験を受けてもらうぞ。なんとかしましょう。いいだろ、やることは前と一緒だ。わしが言う妖怪を倒してくればいい。ちゃんと倒せたら妖怪ウォッチをまたワンランク上に強化してやろう。次なるステップへ進むための大事な試験ですよ。頑張りましょう。頑張ろう。よしよし、気合は十分なようだな。じゃあ倒してくる妖怪を言うぞ。まずは桜中央シティの工事現場にいるネクラマテング。また工事現場か。次はお使い横丁フラワーロードにある商店街の細道にいる部格好。そして大森山のハイトンネルにいる富士の山だ。なんか一個だけ遠い。そいつらを全部倒したらもう一度来な。わかったか。今回の試験も強敵揃いですね。ですが恐れることはありません。レッツチャレンジです。 B ランクへの挑戦発生。あー、頑張ってきます。ここだ。いたぞいたぞ。あ、なに、どこ行ったの私。ちょっと待って、そんなところもあるのか。お、君だな。ちょ、違うやつがぶつかってきてないか。ん、どっちだ。いや違う、部格好って言ったけんこれじゃない。君たちじゃないよ。おい、ちょっと待って、先にこっち。ルーンのお守りを手に入れた。そして君、なんだい君たちは。さては不格好な自分を捕まえて笑い物にしに来たんだな。君たちもダサくてかっこ悪いやつにしてやる。やめてよ。よし、行くぜ。お、トホホギスを引き連れているのね。よし、行くぜ行くぜ行くぜ。なんかもう全て合わせろであってほしいんやけど、あんまり動かさんでいいけん。そういうこと。よし、これであとは工事現場、工事現場。どうも。はあはあ、ダメだ、持ち上がらない。こら新入り、まだそんなとこでうろうろしてたのか。これ別のやつじゃない。さっさと荷物を運んじまえ。はい、すいません。かっこ悪いとこ見られちゃったな。僕は力仕事が苦手でね、いつも現場監督に怒られてしまうんだ。確かにちょっと頼りない感じですしね。
これじゃあクビになっちゃうよ。どうにかして力持ちになれないかな。力持ち持っとった私。持っとったような気もしなくもない。いや、まあちょっとまた、今度。待って、ちょっと調べてみよう。力持ちおったかな。機械のメダル。力持ち、力持ち。おらん。無理。無理。え、ここじゃないの？中？こら、仕事の邪魔だ。この先は関係者以外立ち入り禁止だぞ。え、もしかしてまた夜とかそういうこと？マジか。じゃあちょっと大森山の方先に行っとこっか。そんな時間操作必要なら時間操作必要って言ってよ。ちゃんと夜とか言ってくれんとわからんやん。多分こっちだな。うわ、めっちゃ暗いやん。超いいや、ここ。多分、ん？キュッピーがいる。大森山のハイトンネル、これやね。おっと、なんだ？これは？これは壊れたトロッコ。アイラちゃん、このトロッコを直して先に進めば、お宝がザックザクのパターンですよ。そんなゲームじゃないんだから、ゲームです。やっぱりそうですよね。そんな非現実的なことはありえませんよね。妖怪も十分非現実的だけどね。すごく気になる。壊れたトロッコがある。何か道具があれば直せるかもしれない。うん、道具がよくわからねえ。とりあえず、地図が全体的に見えればいいんだけども。お？あ、あいつか？もしや。え、違うかな？わからん。でもあっこになんか、おる。どうやって行くの？え、トロッコないといけんくね？これ。なんかすげえ、だらけてますけど。え、いけんくない？これ。何？え、どうやって行くの？これ。どういうことだ？非常時レバーと書かれている。トロッコが元の位置に移動するようだ。動かすの？え、これでどうなった？なんもなってないやん。びっくりするぐらいなんもなってないやん。こっちは？あ、こっちは乗れるんか。なるほど、なるほど。乗れるやつと乗れんやつがあるのか。ほうほうほう。あ、あっこにもなんかレバーがある。青コインを手に入れた。ひえこっち側か？あ、こっちから橋を渡って、で、そこに、開ける扉がある。よいしょ。あれではないんかな？いくらおにぎり、ゲット。でも、これな気が、うん。するんだけども。ん？これは？ああ、またこのところに戻ってきたのか。ちょ、待って、あっこ飛び降りちゃいかんねやね。待って、どう行けばいいんだ？む。じゃ、もう一回、こう行って、んで、あっちがこっちじゃなくて、こう通っていきまして、んで、これに乗るのか？お。コーヒー牛乳を手に入れた。あ、もしかして、ここのスイッチをなんか切り替えるんじゃないか？ちょ、待ってね。ほら、このスイッチを切り替えて、分岐レバーと書かれている。トロッコの性能が切り替わるようだ。これを切り替えて、で、こっちに乗る。するとこっちへ行く。ふぅー。あ、これでたどり着けるんじゃない？なんだお前たちは。あ、君は喋るのね。ここは俺たちの縄張りなんだよ。あの秘密を知られるわけにはいかねえ。さっさと出ていきな。何？何よ、その秘密。知らんけん、そんなこと。よし。え、違うやつなんかな、もしかして。よし。なんか別のイベントやったりとかする。隠れちゃう。
でもハイトンネルやしここやと思うんやけどな。勝利。よし。ふう。え、何か言い残す言葉はないの？びっくりした。いきなり嘘かかってくるなんて。先ほどの妖怪が言っていた秘密という言葉が気になりますね。あれ？さっきの妖怪が何か落としていったよ。導きハンドルを手に入れた。何これ？何に使うんだろう。あ、もしかしてこれでトロッコが動かせるとか、そういうことじゃない、きっと。いいよ。どうすこい。どうすこい。やっぱこいつよね。わしの稽古場に勝手に入るとは許せんやつらだ。叩き出してやるので覚悟せえ。しません。やっつけます。あ、もしかして誰も、あ、雨降らしがいける。おいし、行くぜ。雨雨スコール。お、いいっすね。全体攻撃。よし、ガラキン。お、なに？誰？誰の話？向こうか。サミダレ幼児。イエーイ、これでいけたやろ。よっ。勝利。え、このさ、なに？富士の、なんちゃら、富士の舞？やった？富士の山？富士の海？なんかわからんけど。そいつと、導きは全然関係のない、やつ？何の関係性もないんかな、別に。ちょいと待ってね。ここから、はい、飛び降りまして、で、これでいけるんじゃない？え、違うんかな？持ち物。導きハンドルは？導きの力が宿ったハンドル、アンバランスな線路の上でも安心。え、使えないんすか？これ。え、結局使えないんすか？どういうことよ。え、どういうことよ。よくわからねえ。え、絶対そうやと思ったのにな。なんか違ったっぽい。よくわからんけど、これは？車のハンドル違うか。でもあの口ぶり絶対ね、トロッコに使えて財宝ザックザックかと思ったのに。よくわからないな、まったく。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。思うんやけど、この頃は学校行ってなくない？何、夏休みなんこれ。なんか一応さ、寿司天ぷらでは夏休み設定やったけど、これも夏休みっすか？いまいちよくわからないんだけど。お、ちゃんとライトがつくよ、夜。いいね、いいね。ほ、あ、ここか。あったー。え、工事現場であったんよね。はい、入るよ。中なのか？え、なに、どこなの？目的地は一体。いやー、助けてー。え、いないんだけど。ドイツだよ。助けてください。またこの道を行かねばならないの？マジでおら、え、落ちた。落ちた。どこだよ、誰だよ。栄養ドリンクを手に入れた。こっから、あ、箱が、火の指輪を手に入れた。よいしょ。あ、これが、上がれるのか。ね、目的のやつおらんくない？誰かわからんけど。誰が目的かわからんけどおらんくない？ちょ、待って、ここ違うんかな？こっちか？ここから、あ、あっこにおる。え、どうやって行くんだ、あっこは。あ、
びっくり、あいつや、あいつ。ん？これは何？真面目に生きるを手に入れた。ほうほう。どうやって行くんだい？え、行ける場所なくね？あ、上から？あ、落ちた。どこでも落ちれるってことかな。こう。来たぜ。もしかして追い出すつもりか？それなら力ずくでやってみろ。やってみましょう。ネクラマテング。やっとたどり着いたぜ。これで試験の妖怪には全部勝ちました。調子の運転手さんのところに戻りましょう。自動的に出れるようにしていただきたい。あ、そっか、身代わり人形やっけ。忘れとった。すっかり。どうも。よしよし。今回も問題なく3匹ともすべて倒してきたようだな。それじゃあ今から妖怪ウォッチを強化してやるぞ。貸してみな。ほっ、ここをこうしてと。よし、できたぞ。これで今よりも強い妖怪たちを見つけることができるだろう。妖怪ウォッチのランクが B ランクになった。やりましたね。またじゃんじゃん見たことのない妖怪と出会えますね。うん、楽しみだね。まあ油断はするなよ。このランクの妖怪は本当に手強いぞ。まあスーパーな執事である私がいざという時は大暴れいたしましょう。ですので何の問題もナッシングでございますよ。ウィス。まあ頑張りな。また力つけてきたら強化してやるからよ。 B ランクへの挑戦バッチリ解決。距離が辛かった。あとは結構入り組んでいたのが辛かった。もうダンシングストアだらけやん。ボーナスチャンス来い。外れ。まあこれは外れやわな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、やっぱあれよ。え？雲外峡は、湾にはないの？もしかして。それともこの先出てくるの？絶対必要やと思うんやけど。